はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。サガフロンティアリマスタード、ブルー編ですね、第4回目になります。現在のパーティーの編成は T260、ゲンさん、エミリア、ブルー、そして、前回仲間になったメサルティムをね、ちょっと使っていきたいと思います。っていうかさ、チーム2の一番下ヒューズ勝手に入ってきてんじゃん。いつの間にしれっと入ってんな、こいつ。まあいいや。で、今回やることは、時の術ですね。これの資質を求めに行きます。まずはムスペルニブルへ移動します。で、ムスペルニブルは、まあ、特に何かがあるっていうところではないんで、そのままお偉いさんに会って終わりって感じですね。何用だ？呪術について聞きたい。術を極める努力など上級妖魔のすることではない。下級妖魔だろう。自分の目で確かめてみるがいい。って言って連れてこられたところがここ。時が止まっている。この時計も止まってる。まあ、奥まで行くと砂時計があって、この砂時計がまあ割れている。多分これが原因なんじゃないかなというところ。でもうちょっとだけ奥進んでいくと扉があるんだけど、ここが閉まってるんで行けません。帰りましょう。ここに戻されるのか。もう一回謁見しなきゃいけないんだな。砂時計が壊れていた。砂が救えなかった。それは時の砂。ファシナトゥールのゴサルスなら砂を救う道具を作れるだろう。行ってみるか。はい、簡単に行かせてくれるよね。どっちだこれ。こっちじゃなさそう。平和の音楽だな、ファシナトゥール。まあ、少し覗いていきますか、せっかく来たので。妖術資質持ちって言ってもね、別に大したものがあるわけじゃないんで、いりません。で、こいつがゴサルス。金はいらん、命をもらう。 LP ですね、 LP で、ブルーって LP 少ないんで、本当だったら玄魔めちゃくちゃ強いんですけど、 LP3 使うでしょ。で、砂の器も必要なんで、これはまあ絶対マストなんで買います。1、はい。であと玄魔があればいいんですけど、ちょっと今回は玄魔は買いません。で、あとはちょっとこっちの家に寄りますか。いけねえ。いけなかった。で、ここはいけないよね、鍵がかかっている。そう、なんか脱出するときに使った気がするもん。で、こっち行って人間、いい話がある。このリージョンから出たくないか。出たい。下の家の奥に洞窟があって、そこにシップが隠してある。後から来な。上とかなんかあんのかな。こいつの寝床だけか。でもなんか店でもやってんのかね、飲み屋さん。ファシナトゥールの飲み屋さん。スライムくん、どうぞ。で、洞窟。よし、ユニコーン吸収した。これは知力高そうだよね。ちょっと待って、敵が迫っている。で、剣で10で、そう、18、18、18か。こてはこれでいこう。じゃあ奥に着いたんで、乗りましょう。これはそんなに人乗れなそうだよね、人数的には。で、戻ってきました。で、メッサルティムがやっぱちょっ
と弱いんだよね。なんか攻撃手段が欲しいんだけど、金が6000円貯まってんな。リーサルドラグーンを買いに行くか。あれ、リーサルドラグーン4000円だっけ。剣が6000円か。まあいいや、でも2000円余ったんで、これをエミリア、アグニと変えよう。10リーサルでしょ。どうしよう、弾数微妙だね。まあいいか、とりあえずこれでちょっと秘術買いましょう。あれ、そうか、逆を持っちゃってるからかな、資質を得られてないのは。まあいいや、剣だけでも買っとこう。あ、そうだね、捨てないとダメなんだやっぱり。で、捨てたからといって別に資質を得たわけではないんで、そこはしょうがないか。一応これで術で攻撃ができるようになったんで、また帰りましょう。リージョン移動でマジ役立つこれ。あれ、無言で連れてかれたんだけど、何も言わずに。まあ上級妖魔とヒューマンでは格が違うから話すことは何もないっていう、そんな感じかな。で、これは上から直すんで、違ったっけ下からやって、あ、集めて上からやるの。あ、そういうことだね。あ、でもこれは割れたまんまなんだ。で、まあ、モンスターがいて、これ別に全部スルーできるんだけど、なんかせっかくいるし最初から順番に戦ってってみますか。なんか強えって気もいた気がするけど、じゃあまずこのイノシシから。弱そう、寝てるし。ワンダードギーミリオンダラでちょっと一掃しようで、リーサルドラグになってるよね。で、あ、術装備させてないかといって変なのをちょっとやりたくないしな。シャドウダガで攻撃しよう。え、強いこの犬。てか寝てる中攻撃してくんだけど、こいつはスポイル翼そこそこだな。ミリオンダラ2発はさすがにもったいないね。というわけでフラッシュファイヤーでいこう。節約、よし、エミリアだいぶ強くなったな。リーサルにして暴走、全体攻撃、ギャン、やべ、メサってもすぐ死ぬな。かといって蘇らせたい、死んだままだとステータスが上がんないんで。終わったか、怪我は5円しか持ってね。次、げっ、強そう。今度は今度は、あ、また装備させてねえや。ミノタウルス新速三段、ここは長弾でいこう。うん、調布使うか。多弾新速長弾1万1000。まだ倒れんか、それでも。ジグッ、一発で死ぬんだけど、あいついつも。いや、マジで強いぞ。何なんだ。リーサルドラグン、弾足りてる？あ、間違えた。これ結構さ、反応が良すぎて。最高傷薬、カーソルがすぐ移動しちゃうんだけど。で、次のイノシシ、なんか2体いるな。いや、普通に弱そう。ロックバブーンってただの敵じゃん、そもそも。
フラッシュファイア使っとこう。はい、いけ。あれこんな強かった。ピンチ出す。なんか言ってきた。マジか、そういう仕組み。ただの普通の敵ではなかった。ロザリオインペル、長弾の一発しか使わないよね。よし、フラッシュファイアだったら調布でいこう。影縛り弱っ。何のために合体したんだ。でメサルティムちょっと術、非術剣これでいいや。あと足をねちょっと覚えてほしいんだよね。てか足あるの、なんかそれがちょっと不安になってきたな。よく見たらメサルティム、これ何、これ骸骨ブロンズプリマ。弱っ。今のところミノタウルスが一番強い。スライム、なんか普通の敵っぽいんだけど、なんか普通の敵じゃない可能性があるからね、そこがよくわかんないんだよな。まあでも普通の敵だからね、こいつら出てくる分には。剣でいこう。まあ普通だな。おおおお、びっくりした。サソリデスポーカー、なんか名前だけはちょっと怖い。全然射撃と調布、あでも足覚えるよね。だってさ、メロリング足覚えてメイルストロームが使えるようになるよって書いてあったから、メイルストロームが使えるようになればだいぶ違うんじゃない。でこれ消耗したまんま時の君と戦うのは無理なんで、一回モンスターを全部退治したら回復して剣舞だ。これ結構強いんだよな。ガードしてくるんだよね、それが厄介。7000パコーンって。ほら完全にガードされてるもん。マジか。300とか上死にそうだ。メサティムを攻撃しないでくれ。いや回避率が高すぎでしょう。でこのトカゲ、この魚人もどうなんだろう。てかもう T260 の技ポイントがない。ミリオンガラーほんと強い、使いやすい。行かない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 、帰れねえ、帰れた、危ねえ。さっきこっちゲーム。また強そうシリーズだな、これは。バフォメット長弾調布剣叩き切りはもう使えないか、これで8000。期待できないから。スクリーン200。ミカってね全然回復できないから。あそう思い出した、自動回復システムつけてんだメカ。1ずつ回復してくるのかな。やばい、だからさ狙わないでくれる。
多段切りとも使えないから攻撃するしかない。でスターライトヒールで蘇らせるだけ蘇らしとこう。倒した。いつもこのパターンだな。蘇らせようと思ったら死ぬみたいな。なんか入手に入ったな。わかんないけど。バザーポイントないけど行こう。最後の一体。あ、百式じゃないか。こいつらは見たことあるからどうとでもなる。全体射撃で行こう。でフラッシュファイヤー。バルカンだからやめてくれっつってんの。何そこそこやるなこいつ。多分こいつ一番早いよね。あ、回復系ねえわ。あれどっちだ、双竜刀の方が強いんだっけ。俺今までどっち使ってたのもはや分からん。使用スターライトヒールにしよう。ブル遅いからね。先行で回復が入ってくれればいいんだけど。入った、珍しい。何、百式こんな強かったっけ。天地2段で持っとくか。天地2段2で使えるんだ。倒した。百式でしょ。何にもないけど。インスタントキットで一応これで全部倒しました。まあ倒したからなんてことはないんだけどね。多分また復活するし、出ると。てかマップ変えるだけで復活するわ。さてじゃあ宿屋寝て戻ってきたんで先へ行きますか。時の君、なぜ私の時を動かした。お前を倒し資質も含めた事実の全てを私が譲り受ける。好きにしろ。全力で生かしてもらう。長弾、長風、やることない。完全に回復薬だからな。催眠、あ、スプレッドブラスターとかいうのがあるじゃん。使おう。多段長弾ロザリオブラスター。3500。さて、なんか使ってきたな。え、なんだなんだなんだ。ガードされた。4回だからあと3回しか使って、リレーようだ。何ミス。3000。3連携。8000。今のところ攻撃はされてないよね。ロザリオ長弾。ゲームの時期。あ、これあれか。召喚して攻撃をしてくれるんだ。なんかモンスター召喚してそのまま一緒に戦ってくれるのかなと思ったら全然違ったわ。そういうことか。じゃあ覚えさせてもいいな。絶対強力傷薬の方がさ、これ回復量あるよね。今この段階で生命の雨はもったいないからな。エミリアオーバードライブ来たー。時が止まった。うわ、カオスストリーム。うわ、なぜかいけ、超強い。オーバードライブはずるいでしょう。しょうがない、草薙の剣を持ってこよう。天の村雲の剣はもうさすがに今の段階だと弱すぎるからね。西王よ、貴様から草薙の剣をもらい受ける。
最強騎士団の太刀31雑魚が三種の神器結構さヒットポイントの伸びが良くて外したら切り替えたのはあれなんだけどねルーンソードにしたんだけど攻撃力的にはルーンソードの方が強いけどステータスの伸びは全然雨の村雲の方が良かったな長弾効くの一回全体やって調布で回復しよう強力傷薬じゃ目が回復しねえんだそういえばじゃあスプレッドブラスターでやるミリオンブラスター何調布すらガードしてくるセブなかなかやるなこちらも奥の手を出そう150人の円卓の騎士団ミニオンストライクこれは短期集中でぶっ殺すできれば一旦で何とかしたい多弾ブラスターガードはされてないはずロザリオインペールは何一旦じゃ倒せない結構強いなこいつ思ってたより強かった何かがガードされたどっちだ1万どっちでもいいや1000円持ってる負けた好きにしろ何かよこせ仲間になれとかどうでもいい草薙の剣じゃあな眠ってろでこれでゲンさんが草薙の剣を66でミリンダラはやっぱ欲しいんだよねつけておきたいんだけどルーンソード双竜とあれルーンソードあそうか雨の村雲を外したからかよしこれでいいや生命科学研究所ここには強力な魔物が出るらしい私はただ真実が知りたかったしかしその代償がこれだ消えてもらおう草薙の剣って普通に攻撃するだけでさ技ポイント使うんだけどで足を手に入れたんでメローリングでメールストロームが使えるようになったんだけどこいつ技ポイントが少なすぎるから技ポイントを増やさなきゃいけない世話が焼けんな本当に技ポイント増やすためにはまあ武器を使うと思う耐久力技ポイント上がらなかったデュラハンこいつちょっと吸い取りてえなどれくらい強いかとりあえずまず攻撃いやパターンで多段切り草薙攻撃太陽光線これで OK 倒せるかどうかちょっと確かめなかったね300とか無理でしょめちゃくちゃ回避してくんなダメだわからん正直やられた思いつかんちょっとこれやろう踏みつけ強いスイートレインここですごいヒットポイントがあるわけじゃないと思うんであとはちょっともう足に頼らざるをえん暴走されたら終わるわ死ぬもん普通殺すかロザリオインペール調布超インペールこれで貴様も終わりださすがにこれでは倒せる、まあ、ここのいいところはねあの宿屋がすぐ近くにあるんで出て町へ行けば寝れるんでしかもタダだしじゃあこれでちょっと強化していきましょうまたパーティーを時の君よ
俺は強くなった。これくらい。とりあえずメサルティムのヒットポイントがまあ600を超えたくらいですね。まあ、ただオーバードライブ使われちゃうともうヒットポイントあってもっていうのはあるんですけれども、まあ、とりあえずこれで再戦を果たしましょう。お前の事実の全てをいただく。オーバードライブを使われる前に押し切る。草薙の剣多段切り、まあ、これ T260 に装備させてます。で、ゲンちゃんがロザリオインペルでしょ。で、リーサルはまあ、長弾でいいと思うんでね。あ、リーサルにしてます。二刀流。で、長風でしょ。で、メサルティムどうしようか。メールストロームとりあえず一発撃ってみよう。どれくらい当たるか。1000当たればまあ、全然だな。多段切り強い。これはなんか一回弾かれるんだよね。あ、しょうがない。メールストローム。1300か。まあまあまあ。1000いってくれればいいでしょう。で、ただ、生命の雨を使う分は残しておきたいんで、ロザリオ長弾。まあ、何もできなくカオスストリームいきなり使ってくるのかよ。あ、でも100くらいか。ちょっと生命の雨で、なるべく。高いヒットポイントを保っておこう。3、4ターン目でオーバードライブ使ってきたからね、前回。多段切りがうまく連携入ってくれればいいんだけど。ゲームの一撃、 あったね。これもやべ、死ぬ、危ね、生きてる。あ、自分は回復しないんだ、そういうシステム。じゃあちょっと自分は自分で傷薬を使うしかないね。強力傷薬きたー。オーバードライブこれ耐えられるかな。カオスストリームがだいぶ減ってるからね。時間虫歯みたいな。ゲームの一撃誰。300ミス、よし、死んだ。リュウサが強い。700とか。いやー、石化はしてるってか、エミリアしか残ってねえじゃん。じゃあちょっとまず一回強力傷薬でメサルティムを蘇らせよう。339残った、よし。でエミリアも攻撃に入る。石化ってもうどうにもなんない。メールストロームじゃなくて生命の雨だよ。サイネット何、まあいいや、少し持ち直した。これでいやー、メサルティブマジ役立ってるわ。なんかないか、覚えさせとかよかったな。なんか灰の水みたいなやつがあれなんだよね。状態異常直すんだけど、まだ打てんな。メールストロームはただ切りさえ復活してくれれば。あれってかさ、痛い。メカいくつ？あ、メカもでも600は回復するんだ。よし、治ったは治った。で、ブルー。やっぱりちょっと、メサルティム2しかないんだけど、まあいいや、蘇らせよう。1万！やばいやばい、やばい、死んだ。メカッチが死んだ。メカッチ多分あれだな。魔法に対する防御力がなさすぎるんだな。で、調布で、もう生命ダメ。LP1 しかないから使えないっしょ。これ使えんの？使えるわ。命を犠牲にしろ。死んだ。これどうなってる？メサルティム完全に死亡したか。時の君を倒すために命を捧げた。そういう下級妖魔がいたことを俺は忘れない。強え、ほんと強えんだけど。超長弾。まだ生きてるか。っていうか、剣の石化がかなり痛いな。こっからもう押し切るしかないからね。よし、倒した。これさ、メサルチブ どうなってる。マジで消滅した。それはわからない、誰にも。よし、呪術。
決戦ルージュメサルティいる LP0 だけど。でちょっと決戦が始まるんで、ま、使わないやつは一回封印しよう。でエナジーチェーンとかちょっとここら辺は使いらないん で、 でゲートは残しとこう。まあ大丈夫か。事実でしょ。まず必要なのが、絶対必要なのがオーバードライブからのカオスストリーム。あれこれ攻撃当たるんだっけ。タイムツイスター、ディレイオーダー、タイムリープ、時間蝕み。いやカオスストリームでよかった気がするんだけどな。まあ いや、ちょっとこれでやってみよう。